はい、皆さんこんにちは、千葉の斉藤です。巣箱のレポート、シジュウカラさんの巣箱のレポートしに来ました。外はですね、もううるさいほど、エゾハルゼミが鳴いています。そんな中、シジュウカラさんですね、元気に育ってます。見ていただくとわかるんですけれども、チューチュー言ってもみんなもう口は開いてくれません。みんなですね、小さく丸くなって、お母さんにこういう時は静かにしてなさいって言われてるんだと思うんですけど、羽毛もだいぶ生え揃ってきましたね。まだ三座の中でごそごそ動くので、三座が下の方がだんだん広がって、壺状の形になってます。こんな状態でみんな元気に頑張ってます。もう開いてくれないね。ということで、シジュウカラさんの巣箱のレポートでした。みんな元気にやってます。はい、終了です。